そう、この前の付け襟、あ、これは違うけど、なんかね、猫、これも猫ちゃんなの、ビゴーで買いました。やっぱり間違えて買えるの忘れてた、定型文。うん、あやかんにばるお疲れ様、昨日でした。そう、そう、空中から目薬させるタイプです。たまにさ、こういう風にさ、こうやってやる人いるよね。充電やばいけど、え、嬉しい、そんな充電を私に使ってくれて。アーカイブ見てました。お、マイピちゃん、クマありがとう、クマ。そう、目薬最近やっとさせるようになって、目薬いつからだろう、結構昔からさせるように。うん、そう、あやかり丸の感想とかも聞きたいし、自動園ねねさんがありてんってツイートして、え、そうなの、ちょっと待って、いいよ。嬉しい、よかった、本当だ。昨日のアリテンで一生余韻に浸れる。嬉しい。すごいさ、あのさ、あのももクロさんのカバーのさ、あのそう、あー、そう、いなりと奥さんさんと写真、そうなんです、カレンくんさんと写真撮れてめちゃくちゃ嬉しい。本当にね、その話が多分今日メインになっちゃうんだけど、本当に嬉しくて、めちゃくちゃ好きなので、いきなりトークさんさんがだってさ、カレンさんってなんか変じゃない？そんなことない？私的にカレンくんさんの方がしっくりきます。だってさん付けしなきゃダメだよ。そう、写真撮れて、なんか、そう、なんか多分普通に挨拶みたいな、最後に挨拶みたいな感じの時間があって、その時に流れで写真、お写真いいですかって言ってくださったので、それで写真撮れたの、嬉しい。うん、いや、ダメだよ、さん付けしなきゃダメだから。うん、そう、めちゃくちゃ本当に本当に白く、なんかね、白くて細くてめっちゃスタイル良くて、本当にあれだった。もうね、もちろんね、写真でもめちゃくちゃ可愛いんだけど、実物がやばいほど可愛かった。本当にめっちゃ可愛かった。なっちゃんさんって呼ぼうかな。あ、でも後輩ちゃんができたらなっちゃんさんって呼んでほしい。だって夏目さんはちょっとな、
なっちゃんさんがいいな。まあなっちゃんでもいいけど、なっちゃんかなっちゃんさんがいい。やっしータコありがとう。すごいマーメラさん、レインボースターたくさんありがとう。キラキラ。うん。川口さんとか言う絶対やだ。川口さんは絶対やだな。あ、ナッさん、ナッさんでいいじゃん。ナッさんって言ってもらおうかな。じゃナッさんでお願いしますって。後輩のナツ、ナッさん。ナッさんおかしいかな。うん。でもナッさんってさ、かんめっちゃさ短いし、なんか多分さん付けしなきゃってなっちゃうと思うの。私はさん付けしなきゃってなる人だから、先輩とかには。え、夏美ちゃんナッさんって呼ばれてるの。え、やっぱナッさんにいいかな。え、そう呼んでもらおう。ナッさんでお願いします。うん。呼べないか、確かにナッさん呼べないか。たくさん聞いたら馴染む気がする。え、ナッさんって呼んでもらいたい。うん。夏音さんかな。夏音さんか。うん。なっちゃんさんがいいな、一番は。うん。え、待って待って、そうなの？え、嬉しいんだけど、ちょっと待って。本当だ。公式さんにリツイートしていただいてる。え、めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。リツイートをリツイートしたい。リツイートリツイート。うん。嬉しい。めちゃくちゃ本当に、あ、これ言っていいのかな。めちゃくちゃ、え、言っていいのか分かんないんだけど、いきなりトークさんさんの有名なマネージャーさん、キャプテンさんにもうお会いできて、はーって思った。ご挨拶お疲れ様ですって挨拶できた。この嬉しい公式さん。うん。そう。本当にね、ずっと幸せなのだから。もうね、昨日から私はね、めちゃくちゃ幸せです。本当にずっと。うん、そうだよね、てっぺいさん、そうだよね。嬉しい、なっちゃんの幸せ、私の幸せ。そう、あとさ、 M1、 めっちゃ話変わるんだけどさ、 M1 グランプリのさ準決勝が出ましたね、今日の1時。
お笑い好きな人、お笑い好きな人、そうめちゃくちゃ楽しみ。じゃあニューヨークさんね、ニューヨークさんも進んでてすごい。あ、やば、携帯のステッカーが。そうめっちゃ楽しみ。壁ポスターさんとかさ、 ABC お笑いグランプリでめっちゃ面白くて、前にラジオの壁ポスターの浜田さんが出演していらしてた、出演してるラジオにコメント出演して、すごい本当に面白い。あとね、金属バットさんが、私はね、あの決勝に行ってほしい。金属バットさん決勝に行ったらめちゃくちゃ喜ぶ私が。カレーシレンコンさんね、いるよ。男女隊さんもいる。なんかこの前、多分別人だと思うんだけど、めちゃくちゃ男女隊さんのに似ている方にすれ違って、絶対別人だけどめっちゃ似ててびっくりした、似すぎてて。あと真空ジェシカさんもね、すごいね面白いんですよ。真空ジェシカさんも面白い。そう、金属バットさんめっちゃ面白い。でもさ、ね、こんなこと言っていいんだけど、いいか分かんないけどさ、私が大体応援してるコンビの方ってあんまり優勝しないんだよね。本当に私が今年この方応援するってなって優勝した方 いないんだよね。え、お姉ちゃんの先輩のお兄ちゃんがカルシレンコンさん、え、めっちゃすごいやん、すごい。そう、何、マユリカさんのコミ名の由来って何なんだろう、気になる。うん、そう、ダメ、そうなんだよね、めちゃくちゃいつもそうなんだよね、なんでだろう。うん、あと令和ロマンさんがね応援してたんだけど、準々決勝で敗退しちゃった。だからどうしよう、これからはどんな誰を応援しようかな。金属バットさんかな、金属バットさん決勝行ってほしい。うん、確かに万人受けじゃないのか、万人受けの方が好きなわけじゃないのか、私は。確かにそうだ。あー、空気階段さんめっちゃ面白かったよね、本当に面白かった、キングオブコント。よし、ありがとうケイト。インディアスさんもね面白いよね、わかる。めっちゃわかります。おっと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 、本当に面白かったキングオブコント。じゃねえ、でも全然私は賞レース、こんな賞レースとかは見る線です、見る線。今日何時までやろうかな、11時45分ぐらい。仕事があるので、寝な寝な、おやすみなさい、おやすみなさい。
うん、岡山の芸人は面白いイメージ。岡山千鳥さんとか岡山だっけ。うん、そう、あとなんだろうな、話したい。まあね、とにかく私は幸せなんです。だから本当に幸せなんです。サチもうね、ずっとね、そう、めっちゃ話、私本当に話苦手だわ。またね、話戻っちゃうんだけど、そう、写真撮っていただいた後、あ、まずね、エンディングでね、あの綾川ニブラの話なんですけど、エンディングでまずトーク、今なんだっけ、エンディングでカレンくんさんと遠く離れていたんですけど、めっちゃ目合って、で口パクでめっちゃ好きですってね伝えたので、それで本当に私はもうそれだけですごい満足なの、満足で、本当に伝えれただけですごいね幸せだったんですよ。でもまさかの、それでノイミーは結構なんかね、ごめんね、カレンくんさんって呼ばせてください本当にね。そう、それでめちゃくちゃそれで嬉しかったんですけど、でも写真はねちょっとそんなに撮れないかなって思ってて、写真はね撮れないとは思っ、まあ、撮れるのは撮れたらめっちゃ嬉しいけど、多分撮れないかなって思ってたんですけど、もうねその時の流れで撮ることができて、しかもメンバーはもうめっちゃ私が好きなの知ってたから、いきなりトークさんのことがめっちゃ好きなの知ってたから、私の口癖いきなりトークさんだから、口癖が、だからみんながもうね、あ、なっちゃん前に行きな行きなって言って隣に座らせていただいて写真を撮りました。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。優しい世界、そうなんです、優しい世界。ウェポン、とうとい、ありがとう。そうなんですよ、口癖です。毎日のように話してるから、メンバーに、だからメンバーみんなめっちゃ知ってると思う、いきなりトークさんさんのこと、私が一生しゃべってるから。うん、そう、トリミングもしました。ツーショットは撮れなかったから、トリミングしてツーショットもどきです。いつか皆さんにお会いできるように私も頑張ります、機会があれば。メンバーさん皆さんに、うん、ということで何を話そうノイミーの話とかすればいいのかな。ノイミーの昨日の話、ノイミーの昨日ね何したかな。でもめっちゃ、あ、でも超ときせんさん好きな方、好きな方とかじゃない、好きなメンバー多いから一緒にメンバーでね見てた。え、そうそう、初恋サイクリング来たのやばくない？もう本当に私一番大好きな曲で、初恋サイクリングが来た瞬間本当に最高だった。もうね最高でした。うん、そう、11人パフォーマンスが初めてで、そうね、初めてでどうでしたかね。あのね、11人パフォーマンスでしたが、どうでしたかね。あと HKT さんのセットにも本当に最高だったよね。もう全部が好きな曲で本当にびっくりしちゃった。あのさっき話そうとしてた自動エネルさんのさらば愛しき悲しみたちをめっちゃかっこよかったし、ももクロさんの
カバー曲の本当に好きな曲ばっかりで、私がよくカラオケで歌うスリートップ HKT さんのメロンジュースとシェカラシカと、あと大人列車が3曲とも入っててめちゃくちゃ嬉しかったの、最高。でもそう HKT さん可愛い、本当に可愛いね、本当に好きなグループさん、好きなアイドルさんばっかりで幸せでした。あのね HKT さんはね、あのねダンスの先生と一緒に見たの配信を、そうダンスの先生と一緒に HKT さんの配信を見てました。あおり上手だった、本当に本当ですか。あおりすごい苦手意識あるので嬉しい。 HKT さんとは写真撮ってないの、メロンジュース来ました。あおり忘れませんでしたね。そうそれでさ、そうあおり忘れないでねってめっちゃ言われるようになったの、あツアーからなっちゃんあおり忘れないでねって、忘れませんでしただってあなた、いやさすがにあおり忘れたらやばい。そう最高、あ最高かよだ、スリートップ最高かよ、メロンジュースシェカラシカだ。最高歌謡はもうねずコールをたくさん言ってました。12秒ももちろんよよよよよよ、うん、なっちゃんのショールームで覚えた最高歌謡。 HKT さんとは写真は撮ってないけど、えでもアイドルさんとたくさんすれ違うことが多かったから、もう私多分相手にバレないでじーっと見るプロだと思う。多分相手にバレない、バレたら恥ずかしいの、目が合うのは恥ずかしいんだけどバレないぐらいにじーって横目で見るのがすごいね得意だと思う。だからすごいねそれでアイドルさん見てた、うん最高歌よりミックス覚えた、ね最高歌よミックス覚えるのに一番最適な曲で、ね、そうなの春吉丸すごいね。 HKT さんの劇場行きたいです。村重さんが卒業する前に HKT さんの劇場に行きたい。博多遠いな、遠いんだよね、でも行きたいです。うん、ね、コツがあってまずノイミーと話してる風にするのね。例えばじゃあこの乳液がノイミーだとすると、まあノイミーがたくさんここにいて、たくさんここにいてふふふってやって、ここでこうやってじーっと実は見てるっていう、あとだとやつです。証拠見る点、え誕生日なの、おめでとうおめでとうで、おめでとうおめでとう、うんバレてないバレてない絶対バレてない。うんバレてないバレてない大丈夫、多分バレてない。うん今度やってみて、ま、やってみたらバレたらやばいからやらない方がいいかもしれない。うん。キソバさんありがとうだるま、黄色だるま、そうすごいね可愛い方ばっかりで最高でした。うん。もうずっとね昨日からもう本当にね本当にニヤニヤが止まらなくて、もうねずっとねもう無意識にニヤニヤして、あのさ握手会終わった後絶対にさニヤニヤしちゃうじゃん、その気分だった。久しぶりにその気分を味わいました。
ずっとニヤニヤしてました。キャー、うん、着替えてる時とかもさ、すごいニヤニヤしてたからさ、変態みたいな感じじゃなかったかな、大丈夫かな、うん、わかる？わかるよね、あの感覚ね。私ってさ、柑橘さんとさ握手したことあるよね、私の記憶上したことある気がする。めちゃくちゃ最高でした、うん、すごい最近ゆるゆる配信ばかりで申し訳ない。そうなんだ。藤谷美恵さん、イコラブさん好きだよね。ニヤニヤするまでが握手会です。あ、名言、ニヤニヤするまでが握手会、うん、ね、また握手会できるようになるといい、いいね。なんで覚えてるの？すごい印象的だったからかも。めっちゃ印象的だった。夏目ちゃん、赤と緑ならどちらが好き？赤かな、どちらかというと赤かな。だからノイミー、確かにね、握手、そっか、もう握手よりお話し会の方が多いかもね。全然全然多いか、全然多いね。うん、そうそうそう、ジャージ着ててめっちゃ印象的だったかも。そう、夏フェスもやります、夏フェス。そうなの、本当はやりたいんだけどね、あの、あ、本当はやりたいっていうか、やります。嬉しい、春吉丸待ってるよ、楽しみ、めっちゃかわいい、ありがとう、リトルハートさん。うん、ね、この前ね、アフタヌーンティー行ったの。めっちゃね、なんかめっちゃいいアフタヌーンティーに行って、すごいね、かしこまっちゃった。ね、京都とかさ、福岡とかさ、大阪とかでも握手しに行ってたから懐かしい。そういえば昨日だ、昨日あれだよね、あのラクーアでさ、ノイミーの単独前役から2年みたいな感じだったよね。めっちゃ飲んだ、本当におかわりしまくって、紅茶とかお茶おかわりしまくって、何杯飲んだんだろう、10杯は絶対飲んだ、10杯ぐらいかな。そう、ラクーア懐かしい、めちゃくちゃ懐かしい、うん、アールグレイの紅茶ね、アールグレイ美味しいよね、本当に。でもね、そのアフタヌーンティーのが多分ね、ルピシアのお茶を多分使ってて、名前がめっちゃ見たことあるやつばっかりだなって思ったら、やっぱり全部ルピシアので売ってる紅茶とかお茶で、やっぱルピシアっていいんだなって思った。うん、ね、2階のことをさ、2階席のみんなって言ってるのめっちゃ覚えてるんだけど、2階席とアリーナ、アリーナのみんな、アリーナじゃないのに懐かしい。今クリカブちゃん、そう、こう、あ、ね、ちょっと今からね、ちょっと待ってね、今から宣言します、宣言します。私、川口夏音は紅茶検定を取りたいという心意気です。
たい紅茶検定取る、うん、取りたい。そう、紅茶検定取りたいんだよね。めっちゃ検定ってやっぱ良くない？すごい検定があるだけでいろいろ役立ってる気がして、素晴らしい。あ、応援してください。まだ心意気だっけど大事だよね。え、ちょっと詳しくはまだわからないんだけど、でも紅茶検定はあるのは知ってる。うん、あった、紅茶検定公式サイト、ちょっと調べよう今調べる。あ、合格率は非常に高く、上級でも 70% は合格してるんだって。いけるじゃん、絶対合格できる。お、独学合格も狙える。よし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 、これはいけるんじゃない？気軽に受けられる。え、受けます。ほら、おしゃれな資格として注目を集めている。よー、いいね。3段階あるんだって難易度が。初級、中上級、上級があるらしいね。中上級に合格していなければ上級は最低の対象。じゃあ中上級受けようかな、とりあえず。中上級、お、中上級が 75% だ、合格率。初級は 85%。 いいかも。筆記だけだともう多分、紅茶について詳しくなることで日々のティータイムがいつもより豊かなものになるでしょう。なるほど、素晴らしい。美味しい紅茶の入れ方が学べます。世界の紅茶事情も学べます。紅茶の道具も学べます。なるほど、上級ればもっと広がるらしい。素晴らしい。あら、ちょっと受けたいと思います。 ティーインストラクター、やっしー、届い、いでしー、届い。キラリンのパンとなっちゃんの紅茶でお店、確かに。なんかさ、期間なんだろう、なんかイベントとかでさ、自分のなんかコラボメニューっていうのかな、とかで開催時期見て、未定か。ノイミに合格したから、確かに狭き門のノイミに合格したから、紅茶検定には、紅茶検定も受かります。ねえ、確かに。うん、そう、ミリーネさんの香水販売、私香水も販売、私もともと調香師になるのが夢だったから、香水も、でも調香師っていうか、なんだろうね、なんかシャンプーとかリンスとかハンドクリームとか、そっち系の匂いを作る人っていうのからになりたかった。うん、イギリス行ったから大丈夫。そうだわ、本場のイギリスに行ったから大丈夫。うん、勉強、紅茶の香りのハンドクリーム、え、いいね。
めっちゃいい匂いしそう。という言ったからには、でも言わなきゃ私多分実行できないから、言ったら方がいいよね。金木犀の香りもね、めちゃくちゃ流行ってるよね。金木犀いい匂いすぎる本当に。金木犀、ななかちゃんがめっちゃ金木犀好きなイメージ。確かに紅茶のお仕事ゲットしたい。紅茶のお仕事お待ちしています。紅茶のお仕事って何なんだろうなっちゃん理系なの？そう理系だよ。もうめっちゃ理系だった。こんばんは。紅茶教室王様のブランチ、あら素敵。全国の紅茶会社に推薦文送ります。もうぜひお願いします確かに紅茶相棒、相棒のイメージ。紅茶キャラで、はるにゃんこ小判ありがとう。あ、やっぱりそうなんだ。アンガールズ田中さん紅茶詳しい。じゃあ弟子入りするわ。ダージリンね、美味しいよね。キームは知らないわ。ちょっと紅茶を勉強してからキームを知ることになると思います。保険の保険保険そうですね、保険はな、まあ順調、順調です、順調ですね。うん、保険もね、うん、保険、保険はどうだろうね。今日も頑張りますね。これからちょっと紅茶検定と一緒に頑張りますね。いやー、なかなか難しいんだよね。うん、気候室ながり確かに気候室ながり仲良くなりそう。うん、多分ね、熱しやすく冷めやすいタイプだから多分。いや頑張りますね。うん、本当に45分ぐらいまでにしようかな。あと7分ぐらい。趣味、今はもう本当に話変わるんですけど、今ね、これこの前も言ったか、この前も言ったんだけど、レッスン室のロッカーをねめっちゃね可愛くしてるの。レッスン室のロッカーに好きな人の写真を貼って、好きな、そうストレンジャーシングスのステッカーをめっちゃ買って、でこれこのね携帯にもストレンジャーシングスのステッカー貼ってるの。でストレンジャーシングスのステッカーとかめっちゃ貼って、最高。もうねロッカーあげるたびに気分が上がります。あ、こんばんは。
本当にストレンジャーシングス4のさ、楽しみ、夏まで待てない本当に。うん、そう、そう、お笑いはでも貼ってないかな、アイドルかな、写真、アイドルとミリー・ボビー・ブラウン貼ってる写真は、そう、さくらひなのさんと村重杏奈さんと、あと村重杏奈さんの弟のしょまたんとミリー・ボビー・ブラウン貼ってます。前髪はね、けどれぐらいだろう、なんかねすぐ伸びちゃう。嬉しい、職場のロッカーには夏音ちゃん貼ってあるの。皆さんもぜひ私を貼ってください、ぜひぜひ。いいな、映画見てたんだ。あのさ、ハリーポッターがさあるよね、ハリーポッターのなんか賢者の石が 3D でなんか放送されるやつがめっちゃ見たい。でもストレンジャーシングスってのデモゴルゴンも貼ってる。そう、すごい素晴らしい姉妹だね、妹の写真入れてるんだ。デスクにアクスタ置いちゃいなよ。やっぱアクスタっていいよね。私アクスタ自作したもん。アクスタを自作で作りました。うん。竹本ピアノってななかちゃんじゃん。めっちゃななかちゃん。うん。そのね。そう、自作した、なんかね作り方調べて作りました、アクスタ、どうしても欲しくて。そう、全身の写真探して。あ、やば、そろそろ終わりに、どうしよう。なんかやろうと思えばね、勢いでなんかしちゃうんだよね、いろいろ。声好き？嬉しい。今日でもちょっと声枯れてるかもしれない、最近ちょっと喉が枯れてるかも。確かに仲良しすぎるんだけど、仲良し、微笑ましい姉妹で私の配信見てくれてるの。うちはデコったりとか絶対楽しいじゃん。私もしよっかな今度。てっぴーさん、とうとい。そう、乾燥ね、乾燥やばいよね。うちはデコったり、生写真とかで、あ、そうそうそう、この前さリミスタさんに行ってさ、私さ、いきなりトークサーさんのサイン会をね応募しようと思ったのにね、すぐに売り切れちゃって買えなかったの。セリミスタさんにまたやってくださいって言っといた。絶対買うので、またやってくださいって言った。うん、いいね、仲良し。姉妹っていうね、私めっちゃ妹が欲しかった、すごい妹が欲しかった、懐かしい、すごいめちゃくちゃ妹が欲しかった。うん、生写真と一緒にどっか、ぜひぜひ。全然もう、はい、
配信本当にもっとしたいなって思っています。夏フェス早くします。姉妹は空いてます。姉枠空いてます。じゃあ私のお姉ちゃんに、ふきちゃん、私のお姉ちゃんになってね確かにお姉ちゃんも憧れてたかも。そう最近すごいさ、また話変わるんだけど、本当にね、あの赤ちゃんを見るのがすっごい好きで、めちゃくちゃ可愛い赤ちゃんがいるのね。私本当にその子にね癒されてる毎日。あ、人間人間ですよ。どれだ、なんだっけな、お名前なんだっけな。めちゃくちゃ可愛くて、ちょっと待ってね、なかなか見つかんない。ミランちゃんって子、おすすめした子も見たい。ちょっと待ってね、私もおすすめしたいの。あれどこにいるんだろう、見逃してるかな。そう、どこだ、あ、いたー。私さ、あのミルヨアカがあるんですけど、インスタのせんちゃんっていう子がめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛いの。もうね、癒しなの。せんちゃんっていう子が可愛いです。本当に可愛い。もう私はこの子に癒されてる毎日。めちゃくちゃ可愛い。動画が特に癒しなの。わかる？せんちゃん。薄毛ちゃんって書いてる子、多分違うかもしれない。薄毛ちゃんも気になる。ね、あ、そうね、全然知らない子でも可愛いのに。え、あのさ、めいっ子とかおいっ子とか、友達がさ、めいっ子ちゃんができたらしくて、すっごい可愛がってて、いいな、めいっ子ちゃん。ということで、あと10分じゃん。あっという間、早いね。10分。超薄毛ちゃんのしか出てこない。え、待って、あのね、せん、薄毛ちゃん、SEN6.21 の格好かわいい。いいね、いとこいないんだよね、私。いとこがいない。え、かわいいよね。もうね、本当に可愛い。めっちゃ可愛い。そうね。でも純日本人らしいよね、外国。めっちゃはっきりしてるからね、びっくり。可
かわいいの、かわいい、リトルハートさんかわいい、てっぺいさんお花ありがとう、癒されの毎、癒される毎日です。もう一回教えて。 SEN6.21 の子、かわいい。ののかちゃん、あのさ、村方ののかちゃんめっちゃバズってる。村方ののかちゃんもさ、かわいいよね。この前なんだっけ、ほまれ歌っててかわいかった。もちろん村重さんの弟くんのショマタも激かわいい、もう癒しだよ。そうね、ののかちゃん指原さんがめっちゃ好きだよね。最高、私得の、私得な2人。おすすめのホラー映画ありますか？あれさ、あれ気になってるんだよね。ま、なんだっけな。ま、ま、マリ、マリグナン、なんだっけな。マリグナントだっけ。マリグナント、めっちゃ気になってる。面白いの、面白そうだよね。どうなんでしょう。もう公開してるね。マリグナント見たいよね。みんな結構なっちゃん見ますかって言ってくれる子、人多くて、私あんまりね映画館に行かないで、結構お家でネットフリとかで見るタイプなんですけど、すごい気になってる。うん、赤ちゃんのおすすめシェアして、ぜひぜひ。なんか悪魔の話だよね、マリグナント。面白そう。うん、ありがとうございます。いえいえいえ、全然。私おすすめっていうか、私もまだ見てないから、おすすめっていうか気になってるやつ、おすすめは何だろうな。最近はでも、なんだろうね、やっぱりでもアナベルは、あの、面白かった。イカゲーム見ました。だって、イカゲームは見た。あのね、なんか本当にイカゲームはずっと見たかったんだけど、イコノエヘスが多分絶対見たらめっちゃハマっちゃうだろうなって思ったから、イコノエヘスまで見るのを我慢して、イコノエヘス終わった瞬間、このフェスとかいろいろもろもろ忙しい時があって、そこらその時がいろいろ終わった瞬間、もう一気見した。めっちゃ面白かった。うん、ウィンクちょうだい。どういうこと、タコゲームって何。ホラーメイキング見るだけでも怖かったね。そうなの。でもそうだよね、ホラーってやっぱり好き嫌い分かれるよね。好き嫌いっていうか、苦手な人は苦手だよね。そりゃそうだ、私もジェットコースター苦手。うん、イカゲームは、ね、すごいよね、今めちゃくちゃ流行ってるよね、イカゲーム。でもやっぱり私はストレンジャーシングスが好き、一番好き。ネットフリー
カウントダウンの時点で怖く、それは結構な怖がりだ。うん。すごい一時期さ、めっちゃなんて言うんだろうな、なんかなんて言えばいいんだろう、これな待ってなんて言えばマイルドに聞こえるのかな、デスゲームとか言っていいのかな、デスゲーム系のやつを見まくってた時があって、そしたらね夢でデスゲームをする夢を見ちゃって、で私ね夢で死んじゃったんだよね。それでそう、りーちゃんたどい、イカゲームとかも見てたし、なんか本当にその時めちゃくちゃそういうデスゲーム系のやつを見まくってて、一時期カイジは結構昔に見たかな。うん、そう、なんだろう、神様の言う通りとか見てたり、イカゲームもそうだし、あと何見たかな、漫画とかもすごい見てて、デスゲーム系の、あとアニメとかも。そしたらね、そう、なんか怪獣見て鉄骨渡る夢見た、あるある。ヤッシーありがとう、なんだっけ、ケイト、てっぺんさんもありがとうございます。え、やばい、時間、待ってやばい。そう、デスゲームの夢を見ちゃったっていう話です。10歳、待って、ランキング読むね。10歳トミーありがとう、12ウエポンありがとう、11てっぺんさんありがとう、10雄大ありがとう、9ジンくんありがとう、8レグルさんありがとう、7フットサラーさんありがとう、6位ヤッシーありがとう、5位ケイチョンさんありがとう、4位ヒラリーありがとう、3位ヒサーシさんありがとう、2位マイピちゃんありがとう、1位マーメラさんありがとうございます。やばい、いつの間にこんな時間になってたんだ。ということで、あ、めちゃくちゃ急いだけどあと2分になる。ということで、おやすみなさい。皆さん今日もゲリラなのにありがとうございました。ツイッターもしてないから、今日来てくださった人はみんな通知取ってくれる方が多かったと思うけど、ありがとうね、本当に見に来てくれて。ありがとう、おやすみなさい。バイバーイ。